写真拡大。全3枚。3、韓国28日、30日から韓国、キバリ、キジャン郡で開催される U18 ワールドカップ。ワールドカップに出場する高校日本代表が成田空港発の航空機で韓国入りした。大船渡の佐々木明のぞみ投手、サントシら代表メンバーは日韓関係の悪化を受け、日の丸が入っていない白色のポロシャツを着用し、外出時も団体行動を取るように義務付けられた。ピリピリムードが漂う中、29日は試合会場で公式練習を行い、30日にスペインとの1次リーグ初戦に臨む。胸にジャパンの文字はなく、袖に日の丸もない。無地のプロシャツを着用した佐々木ら高校日本代表のメンバーは、感染症予防で白いマスクも着用し、釜山国際空港に降り立った。海外に行ったことがないので、食事だったりが不安です。体調を整えて万全の状態で臨みたい。高校球界最速163キロの佐々木にとっては初の海外。利用した航空機の到着が40分間遅れる波乱のスタートだった。それ以上に、チームには日韓関係の悪化が大きな影響を及ぼしていた。昨年の U18 アジア選手権で高校日本代表のメンバーが移動時に着用したポロシャツは左胸にジャパンのロゴ、右肩に日の丸がついていたが、今回はナインに白無地のシャツが配られた。23日にはソウルで旅行中の日本人女性が韓国人の男に暴行される事件が発生したばかり。世界野球ソフトボール連盟WBSC からも万全を尽くしてほしいと連絡が入り、日本高野連の竹中事務局長は韓国の皆さんの心情を配慮したと説明した。現地ではコンビニに行く際なども団体行動をするように徹底された。そんな状況でも初優勝を目指す若き侍の戦いは30日に始まる。すでに最大のライバルとなる米国代表のプレーを映像でチェックするなど対策はスタートしている。自分のベストを尽くして優勝して帰ってくることが一番だと思いますと佐々木は誓った。厳しい環境を乗り越えた先に初の世界一が待っている。須藤貴弘氏、選手の起用について高校日本代表永田監督、疲れのある選手は理学療法士やトレーナーの指示に従いながら判断していきたい。4番での起用が予想される高校日本代表石川、東邦、すごく期待されていることは自分でも分かっている。日本の4番なので結果を求められると思うが、後期でしっかりと打てれば。